トゥはい始まりましたリエルの未来へトゥーゴーのお時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週2回お届けしております。今日は225回目の放送となります。毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けしております。リエルグループではあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでリエルまたはロゴ RIR で検索いただくとこの総合ページが出てまいります。下の方にスクロールしていただき、キレクリエイター私が考案しているカウンセリングシステムを設けながら業務を行っております。カウンセリングシステムはすべて皆様無料で、お話を伺っておりまして、その方に合ったお手入れ方法、そして商品、エクササイズなど、あと治療法ですね、などなどその方に合った、ご提案をさせていただいております。下の方に行って3ページ目各頭文字のところをクリックいただくと各業務のページになっております。センターにあります R はリエルセレクトの業務でございます。リエルセレクトは、和歌作りではなく和歌返っていただくための再生医療をお勧めしておりまして、今では幹細胞商品なども取り扱っております。全国に美容医療業務提携しておりますクリニックのご案内、そして幹細胞治療、そして筋の糸美容施術を得意としております東京渋谷にありますベル美容外科クリニックのページもここから見ていただけます。まずはカウンセリングから入っていただき、安心してご納得した上で、施術をしていただければなと思うのでご案内しております。お気軽にコンタクトを取っていただきお申し込みいただければなと思います。そしてリエルセレクト商品をラインナップしておりますが、ここもですねスキンケア商品、もう再生ですね、上塗りで和歌作りではなく和歌返っていただく商品を数揃えておりますので、ぜひお手に取って試していただき、10個も20個も実年齢、見た目年齢、体内年齢ごとに悪くな、若返っていただければなと思う商品でございます。そしてピンクの愛のページ、ここは護身術クラブマガの業務でございます。クラブマガはイスラエル発祥の護身術、世界で称賛されている技でございまして、逮捕術、防護術として採用されているものでございます。なので日本では警察、自衛隊、大手警備会社などが採用しておりますので、私日本の女性では唯一資格を持っているということもあり、皆様にご指導させていただいております。一般の方にももちろんご指導しておりまして、お子様からシニアまで老若男女問わず、スポーツに自信のある方ない方問わず、体力に自信のない方も含めてお気軽に始めていただき、トレーニングに入っていただけるものでございます。ダイエット目的の方もいらっしゃいますし、ストレス発散にもなりますのでね、楽しみながら若返りながら護身術を身につけていただけるものでございます。ぜひ皆さん体験から入っていただければと思いますので、ご覧いただければなと思います。そしてドラマ映画なども監修していることもあり、過去の作品、新しい情報なども定期的にアップしておりますので、ご覧になってみてください。そして E のページ、ここは不動産業務です。何か不動産買いたい、売りたい、借りたいなど、ご相談ある際はお気軽に問い合わせされてみてください。そして赤い愛のページ、ここは世界的有名な発明家ドクター中松博士の販売店を仰せつかっております。中松博士、約4000件の発明品が現在ございますが、その商品を取り扱わさせていただいております。中松博士、今数え95歳の年を日々送られておりますが、現役の発明家で事業家でございます。毎月のように新しい発明をし、特許を取られ商品化し、皆様にお届けしているものが数ございます。中間先生数え5歳ですけれども、現役の方でございまして、もう本当に元気です。もうね、体内年齢20代30代を誇られるね方ですので、その若々しい健康寿命を皆様にもあやかっていただきたいと思いますので、このページを開いていただき、まずホームケア商品を試していただければなと思います。この番組でも定期的にテーマとしてお届けしている回もございますので、ぜひアーカイブを見ていただければなと思います。そして最後の R のページ、メディアでございます。私はじめとしてアーティストもおります、俳優もおります。そしてこの番組にも来てくれています寺地健志郎選手、世界チャンピオンですね、 WBC WBA 統一戦、先日無事
成功し統一王者となっております。寺内健志郎選手にもここ開いていただくと見ていただける情報載っておりますので、ぜひ何かオファーいただけたらなと思います。DL グループではあらゆる SNS をやっております。インスタグラム、フェイスブック、ここから入っていただき、読み取っていただければ簡単かなと、検索いただいても出てまいりますので、ぜひご覧いただいた際は、いいね、フォロワーになっていただけたらさらに嬉しいです。そして、美容と健康に特化した YouTube チャンネルもスタートしております。まもなく1年になりますけれどもね、ぜひ皆さん見ていただいて、グッドボタンしていただけたらなと思います。まずこの動画をご覧ください。はい、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひこのタイミングでチャンネル登録をお願いいたします。毎日火曜日と日曜日以外の夜7時に最新動画がアップしております。ぜひね、ドクターご指導のもと科学的根拠に基づいた内容でお届けしておりますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、そして今日のおすすめはこの商品。命の元のシリーズから酵素ドリンクでございます。これはですね、もう165種類の酵素を入れておりまして、酵素はね本当に大事なものです。でもなかなかね、体にあるものですけれども、なかなか商品でね、食べ物からなかなか取るのは難しいですから、もうね一気に165種類をね熟成して作っているもので、原液の 500ml でお作りしているので、ぜひね飲んでいただき、酵素をね取り入れていただけたらなと思います。もう若返りにも必要ですし、免疫力アップにも必要です。そしてね腸内の働きとかも改善していただいたりという方もいらっしゃいますしね、あとダイエットにね何ですか、3日間とか絶食ダイエットとかされてらっしゃる方、ファスティングっていうんですよね、されてる方も多いですが、その時何も食べないっていうのもね、やっぱり免疫力を下げてしまったりしますので、そういうファスティングされてる時にも特におすすめかなと思う一品です。165種類入ってるのでないですしね、これ原液なのでね、おチョコ1杯ずつ毎日飲んでいただいたら本当に簡単でおすすめのものです。そしてこれは日本成人病予防からね推奨されている胃腸マークがついているものなんですけどもね、酵素でね胃腸の推奨をもらっているのはこの商品だけでございますので、だいたいねどの商品も一商品しか胃腸は承認おすすめされないんですけども、酵素ではこの商品が評価されて胃腸のマークをいただいたというところの商品でございますので、皆さん安心して、まずは試していただけたらなと思います。はい、初めにお伝えしたリエルセレクトのページに入っていただくとこの商品をお求めいただきますので、ぜひお手に取って試されてみてください。はい、今日は225回目の放送、ゲストをお迎えしてお届けしたいと思います。今日のゲストはこの方、シンガーソングライターの秋ミューズさんです。50分間皆さん聞き逃さず楽しく送っていただけたらなと思います。今日も皆様に To Go お持ち帰りいただけるテーマでお届けしますので、楽しみに50分間お付き合いください。ではお呼びします。秋ミューズさんです。どうぞ。ようこそ。こんにちは。かわいい、キラキラ。これペイントしてます。え、自分で。そんな特技もあるんですか。あ、そうですね、一応ペインターもやっていて、音楽と絵と。本当芸術家ですね。だって曲も作って歌って作ることもできちゃうんですよね。あ、でもペインター、曲作ってなんか色のイメージをして、はい、で描くって感じです。でそれってなんか降りてくる感じなんですか。もうひらめくの。うーん、まあ音もそうなんですけど、はい、なんか絵は特にこう画用紙とかあったら、はい、で絵の具もあったら、うん、もう好きなのバッて掴んで、はい、で指が動くままに描くって感じ。芸術家の発言ですね。やってみてください。いやもうペン持ったところって動かないですもん。何描けばいいのってなりますもん。あ、でも棒でもいいじゃないですか。縦横とか。なるほど。そう、いや違いますね。秋ミュージュさんは
一つで秋ミューズさんなんですよね。秋ミューズさんじゃなくて秋ミューズさんですよね。秋ミューズ一括りで。ミューズは女神ですか？女神とかミュージック、音楽の。そっか、ミュージックのミューズ、はい、なるほど、かけてる感じですね、はい、かけてる感じです。はい、秋ミューズさんとお届けをしたいと思います。はい、いつから音楽に携わって、もう本当に幼い頃からなんですか？そうですね、 3,4 歳からピアノを始めて、はい、あの耳で聞いた音楽を弾いて遊ぶって感じでした。へえ。いや、あの、なんだろう、あの、私子供の時にいろんな、とりあえず何が好むかできるかわからないから、習い事をね、とりあえずあのいろいろさせてもらったんですけど、でもあの三日坊主っていう言葉があるように、うん、もうそれよりもひどくって3時間坊主とか3分坊主で終わったものがほとんどなんですね。でピアノも習いに行ったんですけど、もうね、全然手が広がらないし、あの握力なくて全然抑えられなくて、弾いてるのに音が出なくてスカスカ言うんですよ。ただ押さえてるだけでボンって音がしないの。それちっちゃい時じゃないですか。もう大人になってもだって押さえてるのに力がないからこのピアノ壊れてんのっていうぐらいに押しても音出ないですもん。なんか使って押さえ、そんなことないですよ。護身術やってますよね、はい、絶対できますよ。全然音なんないんですよ。それでもうあのピアノは向いてないと思って、あの3時間坊主で終わって、でエレクトンをした経験はあるんですけど、エレクトンは軽いから大丈夫ですよね、はい、でも今度指が広がらないから全然ダメで、もう楽器の才能ないっていうので3日で終わったんですけど。なんで3歳からそんな楽器が弾けてそれがもう才能開花していくんですかね。なんか家にピアノあって、確かに鍵盤重かったんだけど、はい、こうボーンってやんないと音出ないんですよ。確かに。でしょ、あれが できないんですよ。あの指をこうペラペラのまんまやっちゃうと出ないですね、はい、だからそれをグーンって押さないと出なくて、はい、押して出るのが楽しかったみたいですね。いや、私はボタンを押すとかも好きなんですけど、でも全然関係ない話。なんか押すっていうのが、はい、それで音が出て、あのなんか聞いてる音を取ってって自分で遊ぶっていうのがなんか日課みたいな感じ。楽しかったです、もう握力がないっていうか、なんかもう全然押せなかったですよ。もうスカって感じ。なんかあのエアーピアノで弾いてるふりしてる感じ。エアーです。でも先生が言ってくれなかったからかもしれない。絶対弾き方ってあるから。そうなんですか。それは違う先生だったらできたのかもしれない。なんかもう子供だから押すのすごいあの好まない子だから、うん、なんかこうボタンとか押したり乗り物乗って押すとか、まあ、あの全然子供って押したがるじゃないですか、うん、エレベーターとか乗っても、うんうんうん、全然押したがらない子でした。それもある。私押すの好きだったから。そういうの関係あるかもしれない。うん、だから興味が押すところにないから、はい、なんで出ないのってなっちゃうかもね。なる、まあ、ポンってやったらもう出てほしいっていう、タッチしてだったらよかったのかもね。全然音楽才能ないから本当羨ましいです。そうですかね、はい、でも今からでも遅くない。今趣味でやる人いるから。なるほど、はい、でもできるかなという感じです。で3歳からピアノを始めて、はい、そこからいつ曲を作ったりするようになったんですか？曲は、まあ、音大行って、はい、その後ぐらいかな。その後ぐらいジャズピアノとか習ったりして、はい、で作曲やったらいいって言われて、はい、でなんとなく、いやコロコロ、いや なんとなくなんて曲はできないと思うんですよね。なんとなくなんていう言葉でそんなもう曲なんかできないです。でもあの小学校の時にそういえばあの友達と歌詞書く子がいて、はい、私曲で学芸会とかでちょっとやったことあります、はい、2回ぐらい。そういえばすごいですね。もう私の辞書に音大なんていう文字が出たことないですからね。いやでもそんなに多くの人ないんじゃないかと思いますけどね。だからもうあの選ばれた方ですね。どうですかね。音楽しかもう続かなかったです。でもあのだってピアノも素晴らしいし、お歌もだってね、歌われるから、うん、歌いながら弾きながら歌われるじゃないですか、うん、まあ、あの才能すごいと思って。でこの前あの秋水さん あのステージを見させていただいたんですけど、うん、もうあのよそ見して話してたら奏でられる音と声が響いて、もうあの
思わずこの話を途中してほったらかしにして見ちゃいましたもん、釘付け。あ、そうだったんですね、はい、嬉しい。話の会話途中でちょっと待ってみたいな、もうここに集中して明水さんの方に目がついついって耳がいくぐらい、話してた内容が中断して分かんなくなるぐらい、ちょっとなんか集中して興味がグッといきました。あ、よかったです、ありがとうございます。そのハキムイジュさんの、動画を見ながらちょっとお話ししたいなと思うんですけど、はい、初めての方もいらっしゃるかもしれないのでね、はい、はい、動画を見ながらお話したいと思います。2019年からの流れですか？ごめんなさい、2019年までです。まで、はい、2000年から結構長く、はい、そうなんです。2000年から2019年までの、はい、集合集めたやつです。なるほど、はい、ダイジェストですね。 この絵さっき そうで描いたものです。はい、これそうなんです。絵は2000、はい、でも同じぐらいから描き始めて、綺麗。あ、これ荒木さんがこの後の動画でも出てきますけど、そうですね、これライブしてるとこですね。毎日声って出さないと、声って年取ったり出なくなったり老いたりするんですか？そうですね、多少低くなったりはあるけど、はい、訓練してれば高音も出ることは出ると思います。もう本当に衰えてどうしようもない、ガラガラになっちゃわない限り、はい、出ると私は思いますけどね。いつからこの高い声が出てるんですか？この高い声はやっぱり高校から私声楽習い出して、で訓練で高音を出すようになって、はい、で音大声楽科なので高音は必ずもう出すので、はい、トレーニングですね。声出す人生ないから私踊ってる人だったので。ああ、いいですね。はい、声出さない方向で。でも声出すのもきっかけがないと出せないから、はい、私もそこまでやると思わなかったんですよ実は。ちっちゃい時はピアノの方が好きだったから、はい、なんか歌を堂々と前で歌うって感じじゃなかったんですよ、はい、そんな自分が歌うまいから聞いてみたいなタイプじゃなくて、うん、ピアノ好きだから好きでちょっと歌も歌うぐらいの感じだったんですね最初は。だんだんやり始めたら面白くなったって感じですね。やっぱり才能はですね、好きこそものの上手な例じゃないですけど、好きからやっぱり才能って気づいてどんどんこう、そうですね、発展していくっていう感じですよね、はい。あと、いい先生の出会いもあったので勧めてくれるとか、やっぱりなんか そういうふうなアドバイスがないと、自分で勝手にってなかなかできないと思うので、そうなんですよ、伸ばしてくれる先生いたからできたって感じですね。でも才能があるからやっぱり伸ばしてくれる先生との出会いもあるし、目に留まるわけですよね。だってその才能、いい先生と出会っても目に留まらないから。あ、どうね、教えてもらえるところにならないと思います。そうですかね、喉も強くなきゃダメですよね。どうやって鍛えてるんですか？私でも割と喉弱い方で、なんかすぐ声出なくなっちゃうとか、はい、緊張すると声出づらいとか、はい、割となる方なんですよ。でもものすごい気をつけて、はい、普段の生活は加湿してもう乾燥を避けるっていう風にします。お肌とかもそうじゃないですか、はい、もう乾燥すると ね、なんか喉の奥が乾燥しないように気をつけます。 あと小さい吸入器みたいなのを持ち歩いたりとか、はい、とにかく喉が乾燥しないようには一年中気を使って、食べ物とか飲み物も気をつけるんですか？そうですね、飲み物は冷たいものは飲まないように極力して氷なしでもらったりとか。なるほど。家では白湯とかなんか温かいものを飲むようにしています。特に歌う前は
なんかさゆとか、うん、あのお水とかの方が声出やすいとかあるんですよ、お茶とかより。まあ、なんかしぶきがなくて、そうですそうです、ピュアなものがいいみたいな。はい、辛いものとかもじゃあ避けるんですか？私は辛いものはなるべく避けて、カレーとかも食べるんですけど、はい、歌い終わった後とか、そう、あの前は食べないですね。うん、影響しますよね多分ね。あ、もうそれは辛いもの食べたら歌えなくなりますね、咳込んじゃって。はい、そっかそっか、うん、気をつけてますね。アルコールとかも？アルコールが実は私飲めなくて、すごい好きなんですけど。え、好きなんです。あ、飲んだことあるから。あ、好きなんです。好きなんです。ワインとかも大好きなんですけど、はい、何度もあのトライして鍛えようと思って飲んで、はいはい、でもうあのダメなんですよ。飲むと真っ青になって倒れるっていう。危ないです。それそこまで飲まないで、ね、真っ赤になって真っ青になって倒れて終わる。で気持ちが悪いから、うん、もう二度との飲みたくないって思うじゃないですか、はい、でもお酒の味が好きだからまた頑張って飲むっていうのを繰り返して、結果、はい、もうやめましたね。やめましたっていうか、あ、体質に合わないみたいで。でも嫌いに なんないんですね。好きなんですね、味はね。うん、でもあの気持ちが悪い、あの記憶がもうなんかあの蘇るから、はい、見るとちょっともういいって感じには今はなってますね。でも味だけだったらノンアルでも、まあまあ、ね、でもね、違うんですかね。ノンアルだとあまり面白くないですよね。でも、うん、味が好きだけだったら、あ、まあまあまあなんとなくは、うん、ノンアルになると味も変わるのかな。いや、やっぱりちょっと違うと思いますよ。アルコール分抜けてるから、あ、やっぱり本当の味ではない、ジュースみたいになっちゃうから。だったらシャンパンを三口ぐらいは飲んだりするんですよ、うん、もうそれ最低それぐらいって感じ。へー、いやでもそ個人差なんですね。だってあのほら、うん、ジュジュさんとか、うんうん、あのウイスキーとかロックで飲みながらとかいう話されるじゃないですか。あ、そういう人は強いんだと思う、喉が。ロックで飲んであの声に出るんだっていうね、方もいますよね。どんだけ飲んでも潰れないっていう人いますよ。潰したいって言って、あのハスキーにしたいっていう人もいて、ハスキーにならないんだよねっていう人もいるから、だから人によると思いますけど。あとピアノ、あのお店とかでショーやってらっしゃるところに行くと、うんうんうん、なんかこうピアノ弾きながら歌いながら、うん、ピアノの片隅にロックグラス置いてるアーティストさんとかいるからいますよ、ね、大丈夫なのかなと思うけど。平気なんですよね。多分個人差はあるんですね。でもあんまりおすすめしないってやつですね。個人差です、個人差。平気だったらいいんじゃないですか。水代わりだと思うから、そういう人は。それじゃないと歌えないみたいな人もいるかも。おっしゃいますね、うん、いらっしゃいますよね、うん、そういう方ね。個人差ありますね。そうなんだ、うん、気をつけ方が皆さんそれぞれ違うと思う。みんな一緒じゃないので、私は結構異常にやってますけど。なるほど。そう、アイスクリームも食べないとか。あ、冷たいからね、喉冷やしてますね。でも今年の夏暑かったじゃないですか、うんうん、もう死ぬほど買っちゃって、こんな暑いんだから平気でしょって思って食べました。じゃあいつも制限はしてるけど、好きなものは結構好きは好きなんですね。あ、まあまあ、好きです。はい、うん、喉のためにと思って。日頃からなんか飴を舐めてるとか。あ、まあまあそれはありますね。冬はの潤す意味でなんか、ね、そうですね、口に含んでる言葉のかな、はい、はありますね。なるほど、うん、さっきあの荒木さん、はいはい、荒木さんはジャケ写を、はい、あの撮ってもらって、はい、こちらの、はい、あ、これもそうなんですけど、はい、見えるのかな。ビニールで見えるかな。そのですね、そうですね。で表がジャケットなんですけど、はい、これ2011年に秋ミューズっていうアルバム出した時にいい笑顔を素敵荒木さんに撮ってもらって、もうなんかありえない経験でしたね、荒木さんに撮ってもらうっていうのが。荒木さんってどんな感じで写真撮るんですか？すっごい楽しいですよ。もう荒木さんの行きつけのお店、はい、新宿のバーみたいなとこに行って、はい、で私お酒が飲めないから、はい、ジュースだったんだけど、はい、それをカウンターで飲んで、そこから、はい、あ、今飲んでますけど、はい、それで撮影がもう始まるんですよ。あ、でも荒木さんも飲んで。あ、だって荒木さんって飲む方ですもんね。飲む方です。で最初はこうやって2人で飲んで、はい、
でそれからなんかこうリラックスさせてくれて、はい、すごいリラックスしてるのは自分だけじゃないですか。いやいやいや、そんなことない、私もリラックスさせてくれようとしてた。あ、まあ飲んでるからね。そう、私飲めないからね。そうだからまあまあ自分ご自身がリラックスしてってるだけでしょっていう。確かにまあお酒的にはそうなんですけど、うん、まあでもなんかこういう感じで、これメイキングであの他の人と撮ってもらったやつなんですけど、はい、でなんかね面白いんですよね。でも優しい人ですよ、すごく、うんうん、思ったよりもっと思ったよりっていうか、ちょっと怖いのかなって思ってたんだけど、そんなことはなくてすごい怖いそう、どんな風に撮影するのかなってやっぱり思うじゃないですか、はい、なので私はすごいそこをねどうやって捉えたのかなと思ってすごい興味深くてさっき伺ったんですけど、うんうんうん、なんかあのガンガン来る怖い感じなのか、あのどんどんこうあのこういい雰囲気に乗せられて違う意味で怖くなっちゃうのかどうなのかなって思ったんです。なんかこう、うんうん、もうねすごい芸術家さんだから、はい、あのなんか雰囲気にどんどん取り込まれる感じの、吸い込まれるというか取り込まれる感じが嬉しかったり、はいはいはい、追いつけなくて怖かったりっていうのもあったのかなと思って、うんうんうん、荒木さんというすごい芸術家の方なので、うんうんうん、どんな雰囲気で捉えるかなと思ってすごい興味深い、あの乗せられてなんか乗せられて撮るって感じですね。あの、うん、面白いこと言われて、でもなんかすごい考えてくれてます。全然あの本人が楽しむだけではないっていうか、はい、ちゃんとその置いてきぼりはもちろんないですよね、全然なくて、はい、私すごい緊張してたから、うん、どうしようって思って、うん、それをほぐすように、うん、あのなんかさそのジュースンであそこの壁のところの前に行って、はい、でやっぱり私モデルさんではないので、で飽きちゃったとかって言われるんですよ、はい、ちょっとってなんでわかるのみたいなこのポーズどうしたらいいんだろう次みたいにやっぱり思うと言うんですよね、はい、そうすると笑顔が出るじゃないですか。それを撮るんですよ、笑ってって言わないんですよ。さすが、それがすごいなって、さすが、それが巨匠だなって思いましたね、うん、もう昨日今日のねカメラマンじゃないですかね、もう巨匠ですからね、はい、もう世界の荒木なので、はいはい、もうだからすごい楽しくてあっという間の時間だったんですよ。だってもうあの笑顔がこのジャケットの表情がすごいあのほぐれてて綺麗ですもんね、はいはいはい、そうなんですよ、あれを引き出してくれるのが笑ってじゃなかったっていうのがすごいなって思いました。そんなあからさまに笑ってって言うと笑えないものですからねそうですよね、さすがでございます。引きつらないで自然に出してくれたっていうのがすごい良かったですね。貴重な経験でしたね。なるほど。でも笑ってって言わなくても荒木さんがもう目の前にいたらほぐれると思いますけど、つい笑微笑んでしまうような形のあそうシルエットですよね。そうなんです、髪の毛がねいつもこうなってて面白いですよね、うん、あのお茶の水博士っぽいそうそうそう、可愛いんですよ髪なんかキャラクターっぽい、はい、キャラクターですよねそうなんですよ、撮影してる時も飲みながら、いやもうあの取り出したらもうそれに集中して、うん、もうあんまり飲んでなかったですね、うん、最初だけでしたね。いやでもすごいですね、荒木さんに取ってもらえるアミューさん、アキミューズさん、アキミューズさん、はい、さっきやってアキミューズさん飽きちゃったって言ってなんかかけてんのかと思っちゃった、飽きちゃったっていうか、アキミューズさんに荒木さんがかける、うん、飽きちゃったっていうか、あ飽きに、はい、あまあそれもあるかもしれない、なんかよく秋って言ってるから、はい、季節の秋と私をかけたりとかなんか言いそうだなと思って、うん、まあ、かけてるには入らないけどかけてるつもりで言ってるのかなって、あの荒木さんのキャラクターってちょっと思っちゃいます。それもあったのかなどっちでもいいけどっていう感じの、はい、あのちょっとレベルですけどね。そうですね、うん、終わったって今言ってるそうすごい早いんですよ、しかも撮るのが、いっぱい撮ってるんだけど、はい、このカシャカシャがめっちゃ速くて、はい、高速です。もうあのこうやって待ったりしないでバーって撮っていくので、すっごい枚数が撮ってますね。あの覗いて撮るんですね、覗かないとこカシャカシャやるカメラマンさんもいるじゃないですかあでも一応覗いてますよね、うん、もうなんか瞬間でわかるみたいですよね、いいとか、さすがです、もう巨匠ですからね、うん、そうですね、うん、なんかちょっと違う感じがしますね。
いやいいな、うんうんうん、これはあのどんな縁で、これはあのこのアルバムのプロデュースしてくれた、はい、あの作曲家でピアニストの安田文雄さんっていう方がいて、はい、あの荒木さんと、はい、まあ、お知り合いで、はい、あのアラキネマっていう映像の作品を、うん、写真と音楽のコラボの DVD とかたくさん出してて、うん、で少しずつ私もボーカル で、うん、で出させてもらって、うん、それでご縁ができて、うん、なんか何年か経ったらアキちゃんジャケシャ撮るよって言ってくれたんですよ。嬉しい、もうありえない、嬉しい、素晴らしい、素晴らしいお言葉をいただいて、はい、なんかあのなんかミニ写真集みたいのを CD とセットだったらいいのに。あ、でもアルバムの中に写真いっぱい入ってます。あ、このブックレットの中で、中に入ってるんですか。はい、中に入ってます。はい、なので見れます。 CD も売ってますので。これはもう発売してるんですね。発売してて Amazon とかでも、はい、買えます。はい、ぜひ皆さんお求めいただき、はい、ぜひ。結構曲入ってますよ、ね、10曲ですね。10曲15じゃないんですか。あ、15、あ、ごめんなさい、10 曲としては10で、はい、あとなんか隙間っていうか、はい、あの曲と曲の間になんか、はい、なんて言ったらいいんだろう、あのふんわりした感じのが入ってます。この中にあの秋水さんが作曲、作曲と作、あ、作詞作曲で全部素晴らしい、はい。そうなんです、満載ですね。アキムイズさん、あ、ワールド、ワールド。はい、なんかこれ前 NHK かなんか、はい、あ、なかったですか。そうですね、 E テレの番組で、はい、出てらっしゃいましたよね。あ、出たっていうか音楽が流れてましたよね、はい、カールさんとティーナさんの古民家暮らしっていう、うん、だのタイトルだと思うんだけど、はい、それであのフォレストっていうドイツからウィンター&ウィンターっていうレベルから出した、うん、はい、その安田さんのアルバムの中でボーカルで参加した、はい、ワルツフォーモニクっていうアルバムの、うん、あ、アルバムじゃない、曲が流れました、うん、なんかお料理してる時に流れて、はいはい、そうなんです、時々流れてるみたいなんですけど、あのアキムイズさんが出るところから見れませんかね。あ、ごめんなさい、それはね、ユーラ新たアジアハイウェイですね、 NHK。 あ、ごめんなさい、違うこと言ってた私。最近もなんかあったので、はい、これはちょっと2015年のユーラ新たアジアハイウェイを行くっていう、はい、NHK ワールドのバージョンなんですけど、あの俳優の新田さんですね。あ、俳優の新田さんが、はい、ドキュメンタリー番組で、はい、それのテーマソングも歌いまして、それの、あの映像ですね、これは YouTube で見れます。この後流れてるかな、あなたさんだ、はい、でもお会いしてないんですよ。曲は曲でやってたから、はい、音楽と撮影は全然別で、そうなんです、はい、お会いしてはないんですね。完成の時とかもお会いしてない、全然ないんですよ。お会いしたかったですけどね、うん、で大活躍中の俳優さんでございますからね。海外で撮影されてるから全く一緒にならない、はい、音楽日本でやってるから。なるほど、そうなんですよ。あ、今流れてますね。これを2015年に撮りました。トルコとか、うん、あのそっちの方を訪ねた番組なので、はい、なんかベリーダンサーとコラボしたりとか、はい、そっち系の音楽に挑戦したって感じなんですよ。そうなんですよ。そう、これも作曲、あ、これは作曲は安田さんがして、歌っただけです。はい、そう、今流れてるのもそうですね、トルコっぽい感じの、うん、ボーカリスト的、そうです、ボーカリストでこれは参加しました。そうですね、はい、うん、アゼルバイジャンとか、そういう国に行ってなんかそこの土地のいいところを紹介するみたいな感じの番組でしたね。なるほど、うん、声があの結構聞き覚えられますよね。あ、そうですか。これはちょっと歌い方を変えて、はい、うん、それこそ喉をちょっと強めて、うん、あのガーって出してくださいみたいな、うん、リクエストで、うん、もう喉潰れんじゃないかなっていうぐらい出しましたね、うん、この前あの
お聞きしに行った時はもっとこう、優しい柔らかいソフトな感じだったと思うんですけど、今のはちょっと歌い方が違うなと思いきや、はい、でも声は、はい、秋水さんそう分かりますかね、分かりやすい、よかった、はいはい、でこれなんか直接秋水さんの曲を聞きたいなって思う時とかは、はい、ライブとかのご予定とかないんですか？ あります。ちょっと来年からにしようかな。あ、12月はイベントで、はい、12月6日に久我山会館。12月6日って3日後じゃないですか？あ、そうです。3日後。はい。3日後は。3日後に会えるところがあるんですか？あ、あります。でもチケットもないんじゃないですか？チケットまだあるみたいです。ただ5分間のステージで、はい、そうです。12月6日、私は6時からの会で、はい、50人ぐらい出るそうなので、本当にちょっとですけど、5分間のあれですけど、私のマイストーリーと50人も出るの？そうと弾き語りでやります、はい、であと鉛筆画家の梶原誠さんのステージの時も私ピアノ弾いたり弾き語りする感じですね、はい、誠先生前回はい、出ていただいて、はい、いらっしゃいましたね。そうですね。そうですね。そう、あと水彩画家の、青木さんがいらっしゃった時も、途中いらっしゃっていらっしゃって、はい、はい、あとね、赤月さんっていう和太鼓のグループの方ともコラボして歌います、はい、祈りの声歌いますね、はい、なのでこれはでもちょっとなので、はい、ライブは来年に2月7日にあるので、はい、そちらの2月7日、はい、2月7日にコンサートを南青山マンダラでします。外苑前のところですね。はい、とても素敵なライブハウスで、はい、今かかってる曲、これが新しいアルバムの、はい、この星のみんなが幸せというハピアプラネットっていう未来に向けてみんなが幸せになったらいいなというメッセージを込めて作った曲で、で今回はベルギーから来日するヨアヒムさんというクラリネット奏者の方と、ベースもすごい有名な水谷さんという方とトリオで演奏します。はいはい、今下に出てらっしゃるお二方のことですか？そうです、そうです。はい、でも水谷さんベースの方は初めてなんですよ、はい、まだお会いしてないんですけど、はい、はい、2月にお会いしてリハーサルやって、うん、で本番するって感じなんですけど、うん、でヨアヒムさんは新しいアルバムで共演してて、何度か共演もしてるので、はい、よく知ってるんですけど、はい、うん、はい、とてもすごい素晴らしいクラリネットサックス吹きます。楽しみですね、はい、ぜひ来てください。このチケットはどのように皆さんにお求めいただけるようになってるんですか？こちらはちょっとメールか、私のインスタグラムの DM か、うん、Facebook などのメッセージとかからでも OK です。あそこにある QR コード、これはですね、取れますか？配信チケットなので地方の方とか来れない方用なんですよ。ちょっと長い時間、7日から13日まで、はい、ずっと配信でお家でも聞けるようになってて、はい、はい、来られる方は7日にぜひいらしていただきたいと思います。はい、生アキミューズさん、生会いに行ってください。聞いてください会いに来てください。ピアノと声は、歌声は生で、そうですね、聞いていただくのが絶対いいと思います。やっぱり生が一番だと思うので、本当に、はい、もうその場に聞いてね、なんか体から音色を味わっていただいたらいいかなって思います。醍醐味でございます。はい、下の方には YouTube とかのサイトですよね。そうです。 YouTube でもいろんな曲を出しているので、このチケットは、はい、これ YouTube チャンネルですね。チケットは直接秋水さんにコンタクト取ってもいけるんですか？大丈夫です。はい、インスタとか Facebook とかでも、はい、DM とかメッセンジャーで、直接問い合わせにお答えして、直接秋水さんにダイレクトに会話ができるってことですか？でもインスタはできますね。お、はい、ご本人が返してくれるの？私返します。皆さんぜひ、はい、インスタから入っていただき、直接やり取りしていただいたらと思います。はい、なんかすごいファンの方嬉しいですね、身近にやり取りできるなんて。
でも今は割とねインスタとかそうですよね、はい、うん、はい、とまあ、あのホームページだとメールとか問い合わせのところになりますけども、はい、はい、じゃあこれ直接お問い合わせいただけたらなと思います、はい、これホームページですね、いろいろあの CD の情報とかも載ってますし、はい、はい、あと もう一個あの12月イベントで、はい、あの16から24日クリスマスの時に、うん、あの中目黒の MDP ギャラリーで、はい、グループ展ですね、はい、がありますので、はい、こちらはあのクリスマス あの作品を、はい、全員が1万円の作品でお家に飾れるっていうなんかテーマで展示しますので、はい、ぜひぜひ、あ、出てくるかも、あ、ありました、ありました、2月16日から24日まで、はい、そうですね、これ16日にオープニングのパーティーがあって、はい、私も出ますのでよかったらぜひ遊びに来てください。これはチケットとか、チケットなし無料なんですよ。あ、じゃあもうギャラリーに直接行けば、はい、そうなんですよ。ずっといらっしゃるんですか、この時間帯は。あ、そんなことはないと思います。あ、16日はちょっとパーティーの時間が、あのこれからちょっとあの調べます、あのこれからインスタとか載せていくので、皆さん、はい、チェックしてください、はい、随時更新していかれるそうなので、はい、あ、材料日はね、そう決まり次第あの掲載していくので、はい、お願いします。ぜひ皆さんここから入っていただき、はい、チェックしていただいたらなと思います。生アキミュージさんに会ってください。はい、ぜひ。そうですね、まあ、でも来年のライブでお会いできるのか楽しみです。そうですね、まず2月7日に行っていただけたらなと思います。はい、ぜひ。この CD はいつから買えるんですか。あ、もう全部買えます。この2月7日で、うんうん、あのお歌いになるこの今流れてるこの CD は、はい、あ、買えます、買えるんですね。もう今 Amazon で売ってるので、はい、ここにあるの全部、そうなんです、全部 Amazon にあのホームページのリンクディスコグラフィーから全部リンクされてるので、はいはい、ぜひ見てください。これはアキミューズさんで、この CD の あの、うんうん、タイトルとか、あ、タイトルがこの星のみんなが幸せっていうタイトルです。はい、これです。お、なるほど、はい、ちょっと長いんですけど、皆さんぜひここから見ていただき、はい、ぜひぜひ、はい、そうです、 Amazon からでゲットいただいたらなと思います。特にあのクリスマスとかね、あのなんか聴いて過ごしていただいたらいいかなっていう曲でございます。そうですね、うん、はい、ぜひ楽しんでください。やっぱ忙しいですね、あのアーティストさんはもう繁忙期というかね、12月の引っ張りどこだったりとか、クリスマスシーズンとかね、はい、あのもうお呼ばれしてね、うん、歌ピアノ、そうです ね皆さんが求められるところですから、お忙しいですね、うん、クリスマス楽しいですね。でもね、なんかあっという間に終わっちゃうんですけどね、はい、なんかでも12月に入るとウキウキする感じがありますよね、うんうん、あともうここ2、3年の、ね、ブランクが皆さんあって、あ、はい、静かにされてらっしゃったから、うん、皆さんも今年はね、こういろんなとこに足を運んで、そうですよね、久々のクリスマス12月をね、うん、あの楽しく過ごしていただけたらなと思いますね、うん、そうですね、音楽とアートとともに、うん、なんか楽しんでもらえたら嬉しいです。ですね、うん、じゃあライブが終わったら、うんうん、何をするんですか。いつ、あ、この12月はそういうことが多いと思いますけど、うん、12月終わったら、うん、次のライブの準備、2月のライブの準備と、うん、あと実はちょっと今年から書道も始めて、書道、そう、それでそんなに、まあ、軽い気持ちで始めたんですけど、うん、なんか展覧会進められて、はい、来年1月の4日から、うん、なんか銀座で、はい、なんかその展示をすることになってですね、で それはもう書き終えてて、はい、もう一個落選しなかったら東京美術館ですか、はい、上野の森の、はい、に展示するかもしれないって、こんな言っちゃっていいのか、出なかったらごめんなさいね、出られたら、はい、なんかすっごい大きな作品を今ちょっと練習してるんですけど、はい、やってるって感じなんですよ。だから梶原先生とか、うんうん、共通の
さ全然違うんだけど梶原さん書道は違う、はい、別なんですよ。でも絵描くからその共通点が終わりなのかなって思った。確かにそうなんですけど、はい、梶原さんはそのクリスマスのイベントやる MDP ギャラリーに、うん、あの多分お客さんで来られてイベントで、うん、はい、そこで知り合ったんだと思うんですけど、はい、でも書道はまた別なんですよ。またそれはそれで別で、はい、ちょっとなんかあのそんなこともあって、はい、年末までなんかそれ、うん、多分ライブ終わったらその書道の練習をするみたいな感じで、うん、とライブの準備とかあとまあなんかちょっと体鍛えるっていうか体力つけるみたいな、うん、そうなんか確かに体力必要ですよね。書道も体力いるんですよ。そうですよね、はい、そうなんです。書道ってどんな感じなんですかね。一個は自分で書いた俳句で細めの筆と、はい、もう一個は太い筆で、はい、空海の、はい、あの感情記っていうんですか、はい、なんか真言密教のなんかあの伝えた文言を書くみたいな、空海の言葉を書くみたいな感じです。はい、すごい大きなあの下じゃないと書けないみたいな、床じゃないと書けないやつを、だから体力いるんですよ。それもあれ重いしね、重いし書き初めとかそうでしたね、はい、そうなんです。いろいろやられますね。うん、なんかたまたまそうなっちゃったんですよね。まあまあ面白いけどたまたまならないたまたまはい、うん、そうですね。じゃあそこもちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、はい、ぜひぜひ、今日ご覧の方もう一度振り返りたいと思います。まず12月3日後ですね。3日後に生きるというイベントです。はい、これも、はい、インスタの方から見ていただけたらなと思います。はい、はい、12月6日生きるでございます。問い合わせていただいて、ね、チケットを押さえていただいたらなと思います。はい、そして12月16日から24日まで中目黒のギャラリーですね、はい、それも MDP ギャラリー、はい、はい、それもインスタで見ていただけたらなと思います。はい、そして来年もうここは絶対押さえてください、はい、皆さん2月7日、大苑前のマンダラで開催されます。はいはい、これ、うん、早く皆さんチケット押さえていただいた方がいいと思います。はい、ぜひ、はい、早い者勝ち、はい、100人くらい入りますけど、はい、早い者勝ちなのでですね、ぜひぜひお願いします。はい、ぜひ気のすぐにお寄せいただけたらなと思います。お願いします。あのジャケットの裏あの後ろのあの柄も、うん、絵もあそうです、あの不織布に描いてるんですけど、こういうバッグに貼って写真撮ったっていう感じなんですね。なるほど、そうなんです。大きな絵なんですけど、うん、はい、でもこんな大きい絵を描くのってどれぐらい時間費用するんですか。うん、2時間ぐらいですかね。それぐらいでかけちゃうんですか。あ、でも物にもよるんですけど、あでもこれはもうちょっとかかってるかな。なんか自分では早いつもりなんだけど、なんか乾かす作業が必要なものは1週間とかもかかるんですけど、こういうあの即興的に書くのは 2,3 時間ぐらいじゃないですかね。芸術家ですね。で秋水さんのインスタグラムを見ていただいて、あと YouTube もやってらっしゃいますので YouTube 映るかしら、はい、YouTube もぜひ皆さん、はい、ぜひチャンネル登録をしていただけたらなと思います。はい、そしてあのベルのマークもね一緒にご登録いただくと更新の際に、通知が届き見逃すことがございませんので、ぜひ、はい、チャンネル登録とベルのマークを一緒に登録していただけたらなと思います。お願いします。はい、ご覧いただいた時はグッドボタンを押していただけたらとさらに嬉しいです。はい、これはプライベートの感じもあるんですか。あ、いや、あ、全部音楽ですか。いろいろ音楽です。あ、そう、あの歌が全部入ってて、はい、いいですね。心の鍵っていうのはどっかの高原で富士山が見える高原ですごい壮大なところで撮ってます。そうするとなんか、大変じゃないですか。外なので、ね、あ、大変じゃないんですよ。音は後付けなので、あの同時はちょっとできないんですよ。そりゃそうです。そうなんですよ。でもここにピアノ持ち込んだのがすごいですね。あ、持ち込んでくれる人がいるか、私が運んでないですからね。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょ。でもほら、自然の中だと空気とかあるから、すごい気持ちがいいです。へえ、はい、ピアノなんか悪くならないですか。あ、これはそれ用のピアノなので悪くなってもいいやつ。いいピアノだったんだけど壊れてるから使えるっていう。もうそういうあのセット用のピアノなんですね。そうなんです。
はい、スタインウェイがいいですけど、草原の中に、うん、めっちゃ気持ちいいですよ踊りたいんじゃないですかね、うん、私踊りたくなると思う、はいはい、今日のゲストはアキミューズさんとお届けいたしました。ぜひ皆さん YouTube チャンネルを登録いただき、そしてね12月の3日後6日の日と16から24日のものもインスタに更新されますので情報をゲットしていただけたらなと思います、はい、そして2月7日のライブチケットもぜひ皆さん確保していただけたらなと思います。はい、はい、今日は225回目アキミューズさんとお届けしました。見逃した方は2週間後見れますが、また見たい方は振り返って2週間後のアーカイブを見て楽しみに待っていてください、はい、ではごきげんよう。ごきげんよう、はい。